コンテストってもう25年もやってるんで、もう結構出続けてて、でも優勝って何回してもやっぱ嬉しいです。たまんない。そうですね、最近はちょっと結果がついてきてなかったんで、久しぶりの優勝になったんで、気合も入ってましたし、まあ、もう結構年も取ったので、乗れる期間もね限られてきてると思うんで、もう後悔しないように精一杯乗ってたんだと思います。BMX、怪我することもいっぱいあると思うんですけども、挫折しないで諦めずに乗りつけてください。そしたら必ずいいことあると思います。頑張りましょう。あ、もう率直に嬉しいです。ありがとうございます。今回は、ほぼほぼ最年長ぐらいの感じだったんで、まあ、若い選手たちがいっぱい出てる中で、強い気もすごく多かったんで、自分のプレーがするように頑張って、また来年開催されたら戻ってくるんで、みんなでバトルしましょう。やっぱり頂点を取れたのでとても嬉しいですね。であと、まあ、大会終わった後のコメントでも言わせていただいたんですけど、バトルした相手が全員チームメイトだったので、そこで勝って優勝できたのもすごく嬉しかったですね。ありがとうございます。正直世界大会が終わった後に、少し大会もちょこちょこ日本でもあって、その中で優勝とかもしたりして、で自分の中でもこうやっぱり優勝が一番嬉しいというか一番光栄なことだと思っているので、それに向けて、まあ、ちょっと至らないところはあったかもしれないですけど、準備もしっかりしたので、まあ、優勝できたので良かったです。フリースタイルフットボーラーのカズナレです。いつもフリースタイルフットボール見てくれる方は知ってるんじゃないでしょうか。これからもどんどん大会だったり、あとチームだったり、いろいろなところでフリースタイルフットボールに貢献していこうと思うので、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。